漁港に転落、水没した軽トラックから運転していた女性を救出した男性が安芸市から表彰されました。水中メガネとハンマーを持って飛び込んだとっさの判断です。安芸市から感謝状を受け取ったのは中村豊文さんです。今年4月5日の朝、運転を誤って安芸漁港内に転落、水没した軽トラックから女性を助け出し、横山郁夫市長から感謝状が送られました。事故当時、中村さんは漁港で仕事の準備をしていました。突然悲鳴が聞こえて振り向くと、軽トラックが海面に沈んでいく様子を見て、何とかしなくてはと思い、とっさに自分の車から水中メガネとハンマーを取り、海に飛び込みました。まあ、びっくりですよね、表現で言うたら。沈んできたんで、もう何とかせないかんというぐらいもう準備して飛び込んだだけなんで。泥で視界が悪い海中、沈んだ軽トラックの窓ガラスを割って、中村さんは見事女性を救助しました。恐怖はなかったといいます。状況分かってるんで、怖さは全くないですけど、助けれるかどうかだけですね。もうそれだけしか考えてなかったです。まあ、やっぱり後遺症なく、その方がもう回復されたことが一番やと思う。それで初めて成功やと思ってますんで、飛び込んだこと自体は決して偉いことではないと思ってますんで。消防によりますと、救出された女性はその後安芸市内の病院に搬送され、現在は回復しているということです。